こんにちは。フジテレビ政治部の亀岡です。総理就任から1ヶ月が経過した菅総理、携帯電話料金の値下げやデジタル化などの政策を矢継ぎ早に打ち出し、東南アジアに初外遊に出るなど、国内外ともに総理自ら掲げるスピード感を持った姿勢で臨んでいます。一方、臨時国会では学術会議の任命拒否問題をめぐり、軌道修正が必要になった時のブレーキ役の不在を心配する声もあるんです。10月16日、就任1ヶ月を迎えた菅総理はこの一月を振り返り、振り返る間もなく早かった、常に念頭に置いているのはやるべきことをスピード感を持って躊躇なく実行に移すことだと語りました。そして具体例として、各社が値下げプランを発表するに至った携帯電話料金を上げ、改革を進め国民に実感として味わっていただくと力を込めました。国民からの支持も高く、要因として菅総理が掲げている政策はほとんどが国内の話で、デジタルや縦割り打破など国民に伝わりやすいものが多いからだという分析が聞かれます。その菅総理の1ヶ月の動静を振り返ると、ある特徴が見えてきます。それは政治家との会食よりも大学教授や会社経営者などの民間人との面会が突出して多いことです。相手は経済学者、不妊治療に詳しい産婦人科医、銀行業界の会長など、菅総理が進める政策とリンクする人物を中心とした顔ぶれとなっています。これらの面会者の中からは、先日デジタル政策に詳しい慶応大学の村井淳教授や、コロナ対策に精通した岡部信彦氏、外交が専門の三宅邦彦氏らが内閣官房参与に任命され、正式に総理の政策に助言や提言を行うことになりました。政府関係者は、総理はしっかりとした信念を持ち、専門家の意見などを自身の耳で聞きながら判断されていると語っていて、多彩なブレーンからの情報収集を重視するという菅総理の姿勢が見て取れます。一方、菅政権の波乱要素となっているのが日本学術会議の任命拒否問題です。105人の会員候補のうち6人の任命を見送り、その理由の明確な説明がなかったことに学術会議などが反発。16日には菅総理と学術会議の梶田会長が会談しました。会談で梶田会長は、会員候補の任命拒否の理由の説明と再任命を求める決議文を手渡しましたが、議論は学術会議の在り方についての話が中心で、任命に関する踏み込んだ話は行わなかったということです。しかし政府与党内からは、今のままでは説明が不十分、今後一定の軌道修正が必要になったとき、菅総理に物を言える人がいるのか、臨時国会では強気なままの答弁では乗り切れないという声も出ています。つまり、かつて安倍前総理が菅総理には菅官房長官がいないと語ったように、総理を支えつついさめる役割の人物が菅政権にいるのかどうかが懸念材料になっているわけです。ある官邸関係者は、菅内閣の体制について、スポークスマンとしてミスのない加藤官房長官、総理と近い酒井副長官や泉補佐官、そして長官時代から持ち上がりで周りを固める総理秘書官などの人員配置によって、菅総理がやりやすい環境が整っている、総理自身の思いが強く総理主導で進んでいると評していますが、同時に菅総理のブレーキ役が必ずしもいないことを伺わせます。こうした中、菅政権として初めて迎える26日からの臨時国会での本格論戦、菅総理の総理としての答弁力は未知数ですが、野党からの激しい追及が予想される学術会議問題などで、菅総理自身の考えを国民に分かりやすく納得がいくように説明することができるのか注目が集まっています。